P ラインとショックリーダーを簡単に結ぶ方法。 P ラインは右側に、ショックリーダーは左側に交差させてください。2本をまたぐようにショックリーダーを通して、でこの穴にショックリーダー入れてしまいます。で先にここね、しっかりギュッと止めてしまってください。そしたらこの結びこぶの近くを指で持って12回巻きましたら、初めに用意した穴に P ライン入れます。入れたらこの P ラインを端っこをねとこの本線を引っ張ってギューッと締め込みます。でここをね最後濡らしてくださいね。本当は濡らしてギュッと締め込んだら、これでなかなかみんなできないと思ってる摩擦系のノットができます。イージーブラッドノットでした。